新婚ほやほやのお家のお話です。それでは見ていきましょう。疲れた。今日もお仕事終わったわ。あ、そうだ、太郎さん帰ってきたわ。はーい。あー疲れた。お茶でも飲むか。あ、お仕事お疲れ様。はい、お茶どうぞ。ドーナツも。あ、どうもありがとう。そういえばさ、私さ、いろいろね、お茶も習ってるし、洋服も買ったり、お友達とレストランで食事もしたかったりするから、お小遣いちょうだい。お、いいよ。持っていけばいいじゃないか。わーい、ありがとう。それで、いくらぐらいだ？だいたいざっと計算すると8万円ぐらい。8万もか。それちょっとたた高いんじゃないか。でもみんな友達そのくらい普通だって言ってるけど。ピンポン、こんにちは。ばあばよ、ママよ。あ、ママだ、入って。はーい。お、お母さん、こんにちは。はい、こんにちは。ももちゃん、こんにちは。あ、ママ、今話してたとこなの。お小遣い欲しいって。あ、そうよね。いろいろとね、忙しいからね、お友達と食事したりね、お洋服もね、可愛いの買ったりしなきゃいけないしね。お願いしますね。そのくらいは出していただけるわよね。ママありがとう。そう言われましても。貯金ができないでないか。そんなんじゃマイホームとかいろいろ考えてるのに。いいじゃないですか、まだ新婚なんですから。お願いね、お願い。いやー